し、全員超絶ぶっ倒したな。やっぱ力こそが全てだな。万事順調だぜ。あれ、何か忘れていませんか。さあな、忘れたのならどうでもいいことだろう。不意打ちをするなら黙って仕掛けた方がいいぞ。けっ、その余裕どこまで続くかな。行くぜ。もう一度聞くぜ、その技どこで盗んだ。盗んでなどいないし、どこで覚えたかを答える気もない。そうかい。だったらこいつを食らいやがれ。最終奥義。まさかその技は。この技はまだ練習中なんだよ。文句あっか。キリアとか言ったな。今日のところは見逃してやる。けどお前との決着はいずれ必ずつけてやるからな。ゴルディオンの意志を継ぐのはオイラだけで十分だ。ゴルディオン？あいつ今ゴルディオンって言ったよな。まさか、あの大魔剣ゴルディオン？キリア様、あなたは一体？すみません。ゴルディオンって誰ですか？史実によると、魔帝ボイドダークの脅威の前に早々に抵抗を諦め、無血降伏を選択する魔界も少なくなかったと言われている。トト魔界をはじめとする小規模魔界は自国民や魔王自身の命の保証と引き換えに資産の全てを明け渡していた。魔帝の圧政下に置かれたこれらの魔界が兵員増強のため望まぬ戦いを強いられたことが想像に難くない。